皆さんはじめまして、もっちゃんです。よろしくお願いします。さあ、今回初めてちょっと動画を上げようと思ってるんですけど、今回は、はい、まあタイトル多分入れてると思いますが、アプリを起こそうパート1ということで、最初の段階ですね、もう今から引き取りに行きます、車両をね。まあ車両はね、友達のところにあるんで、まあそこでね、軽トラとかも借りて、一緒に借りて、もうありがとうございますって感じなんですけど、そう、それで家まで持っていこうと思ってます。というわけで今から引き取りに行きます。はい、帰ってきて降ろしました。アプリをタイプ22台、本当はね、このバラバラのこっちの1台だけだったんですが、ちょっと急遽ね、こっちも仕入れてきました。ではね、ちょっと軽く状態を見てみましょうかね。こっちのね、全部揃ってる方から見てみましょうかね。これはね、結構状態良さそうですね。もしかしたらね、これこのままかかっちゃうんじゃないのかな。ちょっとね、汚いですけどね、もう埃まみれ、うん、だけどね、多分これね、磨いたらそこそこ綺麗になると思います。傷ね、ほとんどないんですよね。まあこの辺りとかちょっとね、傷は確かに入ってるんですが、こっち側もね、まあ、ちょっとこれ洗わないといけないな、まずね。うん、なんかでもね、これこのまま場合によってはエンジンかかりそうな感じがします。まあでもキャップがね、もう一応開けて掃除します。8491キロ、一周してるのかどうかわかんないけどね、うん、で、ね、これで、まあさっき押してここね、直した感じ、まあの積み下ろしとかね、の感じで、フロントのね、ブレーキがなんかちょっとね、こうカクッと引っかかりがあるんですよね。うん、なので、まあちょっとマスター一旦ちょっと開けて掃除しましょうかね、これね。で、まあね、ちょっと汚いけど、まあ一応見えます。映像じゃ見えないかもしれないけどね。実際はね、中のオイルが見えます。結構綺麗なのが入ってるんでね、まだこれ大丈夫そうな気もしなくもないですけど、まあどっちにしてもちょっと汚いしね。まあこれ開けて掃除します。で、ギアもね、全然問題ありません。こっちはブレーキ。うん。サスもね、結構綺麗。だし、まあね、見えるかな。ね、こんな感じで、まあちょっと錆はあるけど、使えるんじゃないってな感じです。うん。まあこっちはこんな状態でね、まあ比較的、なんかすぐ簡単に起こせそうな気がします。噛んじゃった。で、こっちね、タイヤ、リアタイヤね、これ新品じゃねえかっていうぐらいね、バリ溝。で、これはね、ひびとかも入ってないですね。これね、リアタイヤこのままいけますね。だからね、フロントがちょっともう問題でもないか。まあ溝は確かにあるにはあるんです。こんな感じでね。まあセンターがね、結構もうだいぶ減ってるけど。ただね、前はね、ちょっとだけひびが入ってるのかな。汚いでごめんなさい。ちょっとだけね、こんな感じでひびが入ってます。うん。なので、まあフロントタイヤ変えた方がいいかな。うん。まあ、こっちはね、こんな感じですぐ起こせそうです。じゃあ次行きましょう。はい、こっち。これね、もうすでにね、ちょっとバラバラになってます。これこの状態で来ました。で、もともとこれを買う予定だったんです。買う予定だったというか、仕入れる予定だったんですね。で、これは、実は、ちょっと今見えないけど、はい、キャブ、これね、キャブね、オーバーホールしてくれてます。うん、ただね、調整はしてないとは言ってたんですけどね、うん、で、こっちはね、その他を組めばもうエンジンはかかるはずということですね。ただ問題があってね、まあ、こっちこんなバラバラな状態ですけど、
はい、ガソリンのねコックがありません。これバラしてね置いてありました。これもねもうバラバラになっててね、もうとてもじゃないけど組める状態ではないので、これ新品を入れます。ガソリンタンクのコックだから、それを買えばもうすぐエンジンかけられる状態です。あ、ただねこっちねいろいろないんですよ。ほんとここねキーシリンダーもない。そうだからキーシリンダーも買わないといけない。でもね欠品はそのぐらいなのかな。まあ外装もねこっちはシルバーです。うん、シルバー、まあ、年式的にはこっちの方がちょっと古いんでしょうね。なのでこれがまあもしかしたらちょっと手がかかるかもしれないな。ブレーキもねほらもう窓が割れてます。もうこれ要交換ですね。でもすごい汚い。もう新品がね今激安で買えるから、まあ、その新品入れましょうかね。まあ1500円ぐらいで確かね買えた新中華だと思いますけど、それを入れます。まああとはねちょっとそれで様子見てみないとわかんないですね、うん、まあタイヤはねこっちはもう全部ダメです。もうフロントもねセンターも全然ありません。もう目がない。そしてリアもこっちから見ようかな。リアもこんな感じ、もう全然目ありません。真ん中センターがね。なのでこれはもうリア前後とも新品交換ですね。うん、もうこれね今に補修跡があります。まあこれ多分ね補修してくれたんでしょうね、キャブオーバーホールするときに。うん、まあどうかな、でも高いもんじゃないしね、新品入れ替えた方がいいかなっていうような状況ですね。もうこっちはねちょっと手がかかりそうだけど、まあ直しがいがあるのかな。まあミラーもねこっちもなんか右用のやつがなんかこんな感じで左についてますもんね。このまま乗ってたのかな前のオーナー。うん、でそうだな、こっちは、タンクのコックとキーシリンダーキーセットだね。とあとこれかマスターシリンダーで、ねちょっとエンジンをかけようかと思います。はい、てな感じで2台の状態の確認でした。まあパッと見ただけだけどね、左のねバラバラの方はリアブレーキはちゃんと効いてます。なのでまあトラックね下ろす、軽トラから下ろすのも楽だったんだけど、今気がついた。ブレーキ、リアブレーキ曲がってますね。これも変えないといけない。これも変えましょう。うん、というわけでまずはこっちの揃ってる方ね、こいつをまず起こしましょう。まあ、こっちの方が簡単そうだからね。でこいつに乗ろうかな。そして奥のやつはどうしようかな。誰か欲しい人います？はい、というわけで、こいつらを起こし作業に入ります。ではでは。